ラージの個人ジャンピングの始まりです。競技3日目です。あーっと反対回った。もう反対回る方で最初から想定してた方がいいんじゃないですかね。私だと外へ出る形でも待ってますけど、これはそっち回すか。タマスのコース、大変ダイナミックなコース。この直トンの後はイージーな。トップバッターです。ラージトップバッターはデンマークのキムさん。そうですね、こっちでもう最初から待ってもらえないですかね。おっと危ない。あそこまでトンネルで引っ張られました。それの入り失敗。バーが一つ落ちました。大体いけるんじゃないですかね。そうですね、こちらを回した方がタイム。2番手は、2番手じゃないの、2番目はコロンビアのアルバロさんです。中を回しました。この犬もスラの入り失敗しました。この人は中を回すか。そうだよね、これ中でいいと思いますけどね。ちょっとフェイク気味に、まあ上手だね。ちょっと先行き過ぎましたか。OK です。ワンミスです。アルゼンチン、スタートのバーが落ちてしまいました。アルゼンチンのセルジオさんです。中を回して受けて、ま、このコースは割とハンドリングのレパートリーが限られてくるんじゃないでしょうかね。うまい。ちょっとロングジャンプに引っ張られました。イタリアです。外を回りました。この犬の動きが大体コースの流れで、まず失格が一つ出ました。最初の失格点です。ちょっとこのほら2個目のトンネルの後はもうカメラの動きがかなり限られています。ノルウェーです。リセさん、中を回してここまで行ってます。外からスラですね。これもいいと思います。この人上手だな。そこまで行ってるの、うまい。大体もうこのハンドリングになってくるんじゃないですかね、このコースは。ちょっとこの流れを作りすぎたかなというこのコース感じですよね。遅れた。リアで回しました。カイトダです。カイトダは中を回しました。
犬が回ってる間に前へ行くという感情です。うまくスラ入りました。ちょっと危なかったですけど、硬いハンドリング。前へ行きました。ここはうまい。タイトターン作りました。いいぞ、タイム出そうだ。あ、ちょっと流れた。打てない。タイム 35.20 です。さあ、山崎さんです。山崎さん、回答は 35.20 まで持ってきました。山崎さんもこの手のコースならもう任しとけと。ね、うまく入りました。いかにタイトに回すかというようなコースになってます。上手です。動き抑えました。自分のそしても前へ行く、前行って少々オーバーランしても大丈夫です。さあ、タイトラン作り切れるか。 OK、 危ない。ほら、ちょっとタイトラン作りタイトターンを作りきれませんでした。失格です。南アフリカです。それは入りきりませんでした。もう本当にうまく流れるように作ってますけども、おっと、バーも落ちてしまいました。3ミスです。これで何番？41番です。あ、 9番目です。ブラジルのジョセフさん、はい、ジョゼさん、ジョセフさん、ジョセフさん、はい、フェイクターン使います。スロバキアです。同時スタート、イン側を回しました。あーっと、入りきりませんでした。ケチカを使います。ちょっとここが流れてしまいました。タイム 43.43、イギリスのマットです。インを大変オーソドックスな判断ですね。フェイクターン上手だね、この人は。うまいね。ここどうする。お、上手だ。これタイムは、スイスのアンドレスさんです。上手にスライ入れました。うまくライン作りました。おっと、
だこれはロスじゃないか帰ってロスじゃないか。どうだ、かなり飛ばしてます。さあ太鼓団作りきました。さあ間に合うか、うまい、よしよし抑えた。どうだ、37.36 割れ。カナダのテレサさんです。おかしいいや今のハンドルがおかしい。しかもこっち側来てるこの人。あ、回ったか、危ね危ね。ちょっとハンドリング凝りすぎ。うん、うまい、ここの処理うまいですね。やめられ犬はどうだろうか。スーザン・ギャレットです。あ、スーザンが教えたんだな、あのハンドル。ここまで来てますから。上手だよね。ケチカを使いました。ここはちょっとオーバーランさせた方がいいんじゃないですかね。バーが落ちました。ここも落ちました。ちょっとやけくす、いやもうあんまり集中してない。 37.5 です。ハンガリーのマリノワです。さあ出ました、生かしといてその間に前へ行くという。これあのポジション作るのは楽ですけどタイムはロスです。外回そうがタイム上がるんですね。失格です。ドイツのトビアスです。トビアスビュスト。かなり深く入り込んで、インターンを作りました。ちょっとロスですね。バーが落ちました。バー落ちてない、落ちてます。あ、マリノアだこれ。トビアスはマリノアなんだ。うん、上手で。ケチカを使いました。うん、いいね、ここまで入ってくるとね。あそこまで入りたいよね。地元スペインです。南アフリカです。この人もインターン。だけど犬は外回ります。ちょっと動き出しが早かったですね。動き出しを早くするためには外を回した方がいいですけども。失格しました。アルゼンチンです。さあ出ました。うまくスラに入ったかな。
うん、さあもう一つタイトダウンがここで作り切れるか。おちょっと動き出し遅らす、お上手、タイム、アルゼンチンのセルジオさん、同じ国の人を2人ずつ、なんか続けてるようです。意図的に順番として上手だね。うん、自分の動き殺しました。この流れの中でのこの動きの作り方も抜群ですね、この人。バイク落ちた、バイク落ちた、はい、あ、レンガ落ちた。タイムはどうだ。スロベニアです。ミリアのご主人じゃないでしょうかね。うまいですね。それ入りきりませんでした、ね、流れはすごく良かったんです。ワンミスです。バー落ちた、バーも落ちたみたいです。見えないんですけど、もう一本バー落ちました。バー2本落ちてます。うん、41.18 クロアチアです。おっと、バーを引っ掛けてオーバーになりませんでした。ちょっとね、あの左横への動き出しが早すぎましたね。パウロ・ソーサ、ポルトガルです。外回しました。わーっと、トンネルにむちゃくちゃ引っ張られてしまいました。大幅なロスです。挽回不可能なロスですね。これも外回りました。さあ、よいどん。あ、先行スイッチを使いました。で、動き出しが遅れました。レンガ引っ掛けてしまいました。いいところにレンガ置いてます。40秒85で、ハンガリーです。アニタ、うーまくスラに入れました。うん、いいね。さあ、よいどん。完璧。大和前行きづらいところだね。うまい。あー、クロスだ。ハンガリーです。ほぼ同時スタート。ちょっとインのスピードをかけます。その分かなりハンドラーは仕事できそうですけど。
ちょっとずつオーバーランです。こうなってくるとマリノはちょっとボーダーに勝つの難しいですよね。 こういうところで流れていってしまいますね。もう少ししっかり仕事しないと。ここはラインができましたけどちょっとロスしてます。 37秒台。 ここは決まったぞ。あれが引っ掛けてしまいました。どうだ。 中野屋君です。昨日、おととい、2つともクリーンランです。うまいね。あっ、ちょっと動き出し遅れたか。犬がブレーキをかけてしまいました。ここはタイトタワー。流れてしまいました。ちょっとずつハンドリングが横に回ったか。 あれ、どうした？ちょっと元気ないぞ。音も深いですね。どうした？近くしちゃった？なんで？スロバキアです。犬は？どうだろうな。スロバキアです。 バーが落ちてしまいました。あっと、スラも入りきりませんでした。またバー押した？ない。押してないね。あ、どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。<笑>ちょっとロスですね。 ルクセンブルグ、レイモンドさんです。これはちょっと入りきらないよね。 ここはうまくラインができました。あ、カイトがこんなふうに言ったけど、この人はアウトでしかもう押し切れない。ちょっとタイトターン作れませんでした。しょうがない。しょうがない。テリコです。テリコ、まずマリノワからもうチーム戦は散々の成績でした。テリコ。
うまい。これも外回した。だけど今のところなんとか繋いでます。あアメリカです。ロザンヌ。この人落ち着いて、ああこの人外回した。かなりタイトには作ってきてますけど、ちょっと脚力にかけるか。いいとこへ入りました。タイム。落すのやめるかな。まとめて映すか。メキシコだいぶトンネルに引っ張られました。アウトコントロール。手は上がったかな。接触取られてます。優雅な判断ですね。バーも落ちてしまいました。アレンです。アレンです、クロアチアのシブトフの特性をよく知ってます。カナダのアンドレです。器用なことですよ、なんかですか。ちょっとロスです。オーストリアのトーマス。あ、よかったまで。Digamos que pagas y te haces un recorrido. Digamos que no. Sí, te hacen. Australiano Thomas, canal y tensión no te cae por ahí. Para grupos. Y te mandan un. Cinco suches, está bien. ¿Qué caes más? Andrés. Vivioni, Jibun, no goquita yo. Ocura se tenga. うまい。タイムはどうだ。ブラジルのフェリペさん。抜けました。レンガのレンガ引っ掛けてしまいました。タイム。デンマークです。アンジェリーナ。アングリットか。アングリット。
ちょっと流れた。さあ、脚力がない分。どうだ。中国です。中国の女の人です。優雅なハンドル。フェイクターンがちょっと深すぎました。セルビアです。バーが落ちてなおかつ、それは入りきれませんでした。あそこで後ろ見たの、後ろ向きすぎたのが敗因ですね。ここは先行について使います。またバーが落ちました。また落ちました。ブラジルです。エルナンデス。うん、綺麗に入りました。うん、うまいね。あれ遅れた、遅れてしまいました。リアかけた分タイトターンになってしまいましたね。あそこはタイトにならない方がいいんですけどね。スイスのマーチンです。タイトですね。体入れ替えました。ちょっとラインを作りました。すっごいタイトタイト。丁寧に。さあどうだ。うまいね。うん、さあどうだ、間に合うかというところですね。うん、つなぎました。ラトビアです。ロジスタート、外回しました。おタイトだ。ちょっと犬が遅いな。かなり遅いね。早くせえってやってますけど、それはこれスピードアップしないわ。あ、中国に見えんけどな。中国これ。中国じゃないやろ。中国って怒られちゃうな。
Cosa fu la schiena? この人はもうむちゃくちゃ余裕があるな。とんでもない運動能力高いですね。ちょっと待ってください。それにしても早いな。おお、うまい。はい、もう。中国です。ギリギリを、さあ難しいストラン入る、うまーく入って入れてリアを使いました、うん、ちょっと犬スピードかけますね。うん、うまい、うん、犬が遅い分ハンドリングはちょっと軽率でした。オランダのマリノワです。上手にスライりました。余裕ですね。犬がちょっとバー落ちてしまいました。犬が若干スピード、マリノワじゃないのか、ターベルになる、ちょっと犬スピードをかけます。ターベルも滑らないんだよね。すごいタイトル。スロベニアです。公式トレーニング見ましたけども、シルビアのボーダーがちょっとスピードにやっぱりかけますね。もうちょっと速いボーダーを持たせてやりたいと思います。動き出しを速くすることができて、どこ行く、コロンビアです。同時スタートするつもりでしょう。さあ出ました。若干犬スピードかけます。スラの入りで2回拒絶を取られています。あーっと裏を取られてしまいました。タクです。日本の人みんな知ってるから、ヤッコです。素晴らしいタイトターンを作りました。よーく犬見てます。余裕ですよね。ちょっと流れた。さあタイトターンを作りました。ここが問題のところですね。一瞬犬がブレた。お前35秒もならアメリカ選手。おっと、それ入りきりませんでした。いや入ったけど出たの。アウトコントロールですか。まあ処理は大変うまいですけど、ちょっとタイムは出ませんよね。中から飛ばれてしまいました。失格。犬の名前が
チャイナ。これがアメリカだそうです。今の人は南アです。インを回しました。うまいね。うまいね。もうちょっと受けてもよかったね。今のところ正面で自重しました。いいとこ入った、ね、やっぱりなかなかここら辺に出てくる人は上手ですな。37.3 アメリカです。レッサん逆だ、引っ張っちゃった。綺麗に砂に入りました。相当回しました。これはロスですよね。流れ的にも完全に犬がインに向いてきてました。ここもちょっと流れてしまいました。ああ、最後の倒しました。デンマークのモートンです。うまーくスラに入れました。ここでしかし、クロスですね。ライブロスあります。うん、ここはタイトターン作りました。うまい、うまい。今の毛いいな。ここも体開いて受けました。ノルウェーです。アンネ。ここで受けてるんです。いい場所まで行きましたね。デンマークです。同時スタート。はい、うまく入りました。ちょっと犬がぶれました。さすね。いいね、いい動きです。作りました。あー、バーが落ちてしまいました。スウェーデンのトビアスです。おっと、バーが落ちてしまいました。うまい。パーッと自重したんかい。ちょっと確かめたんだから心配になって。ここ行きたいですよね。35秒56。ありがとうございます。
ポルトガル、ルイス・ソーサの方です。この兄弟によく似てるんですよね、印象が。いいところで使ってますよね。ちょうど一番スピードのところで真正面です。飛び降りない場所、フランスのクリステルです。さあ出ました。このスラの頭で向き変えるっていうのはもうフランスはお得意中のお得意。先行スイッチで持ってきました。うわー上手だね。ここまで来てますからね。もうさあここの動き出しが早くできると、ああもうちょっとロスだ。中国です。あーっとどっちが落としたんだ、今人間が落としたんじゃないのか。失格です。ほら東洋人と西洋人の違いはこのハンドシグナルですよね。東洋の人はハンドシグナルをおとなしいですよね。ロイです。うまい。あれは無駄だよ、無駄。あそこまでいらないんじゃないのっていうところですよね。さあここが案外、あーっと中から飛んでしまいました。これなの何、ターニャ、オランダです。ターニャ同時スタート、外回る。あちょっと脚力にかけるな、ハンドラーが。それでもちゃんと持ってきます。最後どうするの。おお、こっち来ました。タイム 38.06 です。ラトビアです。クリスティーナ、スベトラーナ。ここまで来てますから犬が遅いですね。ハンドラーがまあめちゃくちゃ速い。ヘッピーカッシュ37秒。ポルトガルです。綺麗に入りました。最短のところに入っています。あーちょっとフェイクターンが大きすぎた。ここも少し流れました。ダブル引っ掛けてしまいました。
この人はいいトライをしてますよね。うまいね。スペインです。地元スペイン。タマスの餌食になってしまいました。エストニアのマリノアです。これはどっちの方だろう。早い方だ。いやすごいロスだぞ。うまい。アウトから。コロンビアです。チェコです。テレサ、早い方のテレサではないようです。早い方と遅い方と。クイックターンを使いました。おーっと流れたぞ。フィンランドです。これだと外を回すつもりかな。お、中を回しました。ちょっとずつ流れてます。スピードは十分。ちょっと開き、間開けすぎましたよね。もうちょっと攻め込まないと思いますね。コロンビアです。ダビデさん、外ま、今外行きました。ハードルのオーバーの指示になってしまいました。こいつか。セルビアのマリノアです。あー、ちょっとロスだ。危ない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 。だいぶロスだ。入った入った。まあ、出ませんでした。De todas maneras, cualquiera de la que ha picado, porque va a entallar. Esta camiseta, como por si, que tiene que ir a la camiseta, y tal, 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 y
Venezuela is José Manuel Garriga González. Venezuela. Venezuela. Ha 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 ちょっと遅れましたよ、動き出し。しかし間に合う。ああ、ドバイ落ちてしまった。タイムどうだ。あ、流れた。いいね。リトアニアのグローネンダルでしょうか。さあスタート。一瞬遅れました。イギリスです。シャーロット。うまいね。さすがイギリスというハンドル。相当やりました。あ、ちょっとほら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 。いやー流れてしまったけど、これねビデオがほら空間式テーブル補正ということでね、流れるんですよね画面が。こっちが止めてるのに動き続けるしね。手ブレ補正はよく聞くんですけど、糸と違うものと離れてんじゃないよ。コロンビア、ウルグアイのスーサ、はい、ちょっと抑えすぎですね。それは入りきりませんでした。入ったけど次はやれなかった。これも外です。このコースは外がロスですね。かなり。あぶない。スロベニアのシルビアです。あっと、もうスタートのバーが落ちてしまいました。もうなんだという感じですよね。ちょっと冴えませんね、ラージのシルビアは。ミディアム、ミディアムは良かったです。ミディアムの、あっとロスだ。ちょっとねこの辺の運動能力に欠けるわ。これはもうちょっと運動能力ないと戦えないですよね。いくらハンドルが上手くても。はい、2分目落ちました。遅すぎ。おっとっとっと、ちょっとシルビアが居抜きにして。リトアニアのラサー、これもグローネンダルのようです。いやーロスだ。いやーロスだ。ギリギリを取りました。ちょっとハンドリングが優雅すぎる。
まで来ました。ドイツのアンネです。この辺りの人間の動きはもうヨーロッパ最先端ですね。さあ後から行くことになってしまいました。リアをつけた。ブラジルです。アルデリオさん、ちょっと遅れた。だいぶ今遅いのかな。余裕を持ってハンドルが動いてるのかな。ルクセンブルクです。スラロームも入れました。バーが落ちてしまいました。あーっと、レンが飛び切れ飛ばせきれませんでした。飛ばしきれました、グリースです。にスローが入りました。先行スイッチャーです。おっと、バーを引っ掛けてしまいました。自重しました。あ、リロスあります、最後のバーも、チェコのテレサですけども、昨日もバーが落ちました。ちょっとハンドリングが荒いです。早いけど荒いです。会場シーンとしています。スラは綺麗に入りました。ちょっと楽したぞ。抑えました。今うまい。さあバーが落ちなきゃというところですね。さあここどうする。まあ、いけそう、うまい。さあスピードスピード。さあ前行かないと。どうだどうだどうだ。お、つなぎました。どうだ。ここはスロベニアのコーラやけど、スロベニアです。ちょっとハンドルが流れた。犬は速いですけど、この犬もちょっとハンドリングが荒い。去年のチャンピオンです。スロバキアのダビデ、巨人です。
去年の犬なんでしょうかね、こんなミスが出てきてよく去年チャンピオン取れたかなって、ここも今のところはケチカが正解でしょうね。危ない、いやいや全然ハンドリング合ってませんよね。オーストリアです。オーストリアベルントさん今年は見てないです。どうされたんでしょうか。あった、アウトコントロールになってしまった。計算ずくなんでしょうか。ここはスウェーデンです。あ、スウェーデンのこれはブチブチボーダーかな。うちの血統のボーダーです。そうです。相当回すつもりだったんだ。ちょっとというところでロスです。いやー犬は早いけどな。動き出しが一歩遅れました。あーどうだ、はい、クラスさん、エストニアのこれはタナビレンでしょうか、マリノワでしょうか。これこのライン越えて戻ることできないです。戻ると拒絶扱いになります。30秒ルールが適用されています。ジャッジの笛が鳴ると、カウントダウンが始まっています。先行スイッチを入れます。慎重ですね。テリコの2投目です。テリコのボーダーの方です。もうとんでもない脚力ですね。ちょっと遅いんだよボーダー、もうちょっと早いボーダーを打たないと勝負になりませんな。テリコにしたらどんなハンドリングもできてしまうんだよね。タイム、リトアニアのグローネンザルです。これも外行きました。マーク繋いでは来てますけど、ちょっとタイムは苦しい。グレグです。グレグは36秒台ぐらいまでいけるかな。当然これ外ですよね。アウト今。うまいねこの辺は。抜けたぞ。いやタイム見たかったな。さあこいつも外だ。外じゃないでや。あ、もう手抜いてます。だいぶ手抜いてます。もう雑です。もういい加減です。
Y solo había chocolate con el aviso, pero fue justo. Está bien. Luxemburgo de Carlo. El día que me hicieron la prueba de la lactosa, la prueba de la lactosa es que beber lactosa. Y ver cómo responde. Claro, y te hacen un análisis luego de aliento. Para ver lo que te está, los vasos te ponen en este. Por favor, que no gordas. Y te pegaste de despedida. De despedida. O sea, hijita. さあ、マーチン、つないできました。どうだどうだ、おお、思いっきり引っ張りましたけど、どうだ36秒に。カナダのジェシカです。入ったんだけど出てしまいました。ラトビアです。これはクロアチアシッパー。あのね、動き出しが早すぎます。ね、あれは犬は急いでついていこうとしますから、どうしてもああいう形になります。ね、あれをやるんだったらやっぱ外を回せなきゃいけない。そうすると早く動き出します。ベルギーのオリバーです。ちょっと動き出しが早すぎました。マスオと早く動き出すんだったらもうこのハードの向こうまで行ってしまった方がいいですよね。ノルウェー？マリ？ノルウェーのマリちゃんです。外行くか、ちょっとブレた、今迷った。バーが落ちてしまいました。作ってきた。さあこの後だよな。うまくここでかなりタイムが違ってきます。タイム。グリースのダービデさんです。先行スイッチ。ちょっとずつ流れてます。
Justin Davenport, Canadá. だん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 このコースの流れが見えてきたようです。まあいいね、この辺りは楽なハンドリングしてるわ。もう動いてるな、この動き出しの速さ、うまいね。この辺りの処理はもうすぐに前に36.26、ドイツのダニエルです。先行スイッチで行きます。さあタイムどこまで来るでしょうかね。うまく横のラインを作りました。どうだ、ポーランドです。このねレンガから次のハードルのライン、レンガの前に少し入り込んでるライン作りました、ドイツのダニエル、いい仕事しますね。ねえ、ここでタイトターンを作ってここへ入る、そしてライン、横のラインに変えといて受けましたけど、ね、素晴らしい判断。南アフリカです。スピードあるな、割と先行スイッチできました。ちょっとずつ流れてます。かなりスピードありますね。さあ、ねえ、どうだ、36秒、フィンランドのヤニチャーです。あっとバーを引っ掛けてしまいました、ヤニチャー。あとはタイムですよ、どれぐらいのタイムを出せるのかという、うまい。さあここで、ね、つなぎました。どうだ、34秒89。エストニア、今日の勝利は良かったです。ロシアです。いいターンだ今の。あっと、行き過ぎた、ちょっとアップしすぎ、これも
さあ、かなり早い動き出したぞ。そうするとここの処理が余裕を持てますよね。イギリスです。うまいね。順ターンを使いました。アウトコントロールに持ってた。すごい技術だ。タイムはどうだ。犬が止まってしまいました。ちょっと抑えすぎた。ギアを使いました。ちょっとバーが引っかかってしまいました。うん、ここは薄く持ってきました。アウトコーヒーアメリカンでいいな。アメリカン。ここも大きくロスだ。ソーニャです。オーストリア。おーっと入ったんですけども勢い余って抜けてしまいました。外回すんだな。これゴーゴータイム。どこどこ国どこって国どこ何チリチリチリはチリじゃない。チリ知らないの。チリってさ、チリで習ってない。チリ自体は場所とかわかるんですけど、スペルが進んだね。チリ。チリはチリ。タイム。ジニー。放送でジニーって言ってる。中を回しました。ああすごいタイトル。怖いぐらいタイトル、ね、うまいね。この体の入れ替え、入れ替えはジニーが一番うまかった。タイトルタイトルに抑えて抑えて完璧です。ここまではで時間の、ね、かかってくるのはこの後の処理で大きく時間が変わってきます。特にこの後ですね。ここで大体タイム差が出てきます。あ、スピードに乗せたまま回ってきました。ほら、オーストリアのサンドラです。さあ本命が消えてしまいました。ジニー最後のバーが落ちてしまいました。まああれがなければ35秒台完全に優勝争いの本命だったと思います。外を回しました。流れた。遠い。すごい踏切遠かった。このレンガから次のハードルへの
動きを作ると速いですよね。ラトビア同時スタートで外です。犬がすごい飛びにくそうにして飛んでる。ねえ、コーヒー飲んでる暇ないわ。かけないようにな。そう。ゆっくりアップにしてって、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 アップにしてって。オッケー。ここまで。はい、止まって。止まって、止まって、止まって、止まって。はい、動けよ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 。引いてて。はい、引いて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 、動け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 。そう、止まって。アップだ。少しアップだ。止まってって言ったら止まる。動いて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 、アップにしてアップにして、止まって止まって、もうちょっとアップできるだろうね。動いて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 、今日2つかけないようにな。はいはい、動いて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 、はい、ゆっくりアップにして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 、ずーっとアップにして、もうちょっと動いて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 、止まって、ちょっと動いて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 、止まって、はい、動いて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 、止まって、動きすぎだわ、無駄なところが入ってる。はい、動いて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 、止まって、もうちょっと動いて、少し止まって、はい、動いて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 、アップしてアップしてアップして、止まって、止めて止めて、はい、動いて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 、そういう感じで先へ先へ動いてくる。いいな、これ。
que luego lo mejor. バッテリーないって言ってるから、バッテリー用意しとってよね。この犬が終わったらバッテリー切り替える。どうだ、タイム。本当よくつないでます。ここへ持ってきました。うまい。いや、これだと出しが早くできる。何やってんだ、音。ああ、ここは、あ、うまい。
バッテリー交換間に合いました。ハンガリーです。何ハンガリーアグネスアグネスさん、犬はこれはグローネンだったクロアチアンシェパードか、ムーディーか、ムーディーって書いてあるじゃないですか、ムーディーですって言うんだな。ムーディー知らないの？いや、一応図鑑でしか見たことない。何？図鑑でしか見たことないです。何？ムーディー知ってんだろ？一応じゃないの？知ってるなら知ってます。知らないなら知らない。ロシアです。ナタリア。この人もかなりあっと流れる。ちょっとね、今せっかく前行ってるんですから、もうちょっと有効に使わなきゃ。せっかくのポジション、ああ前ばっかり行きゃいいって言うんじゃないの、使わなきゃダメだろう。5分7分イタリアです。アルベルトさん、バーが落ちたみたいだね。今のエアプレーンはあんまり良くないですよね。クリストフ、フランスです。クリストフ、めちゃくちゃ流れたぞ外へ。ハンドラーの糸と反射、外へ行ってしまいました。バーも落ちてしまいました。スローも入りませんでした。もうボロボロだ。あ、後ろに回っちゃった。アウトコントロールを最初から使うつもりだったんでしょうか。すごい。またバーが、ちょっとロスさあ、タイム27秒22。イタリアのマリノワです。あっとハードも破壊してしまいました。外を回しました。ハンドルはここまで行ってます。オーバーランでいいラインができました。タイム、どこ？ルクセンブルクのダニエル。ルクセンブルクのダニエルさんです。あ、逆だ。それ入っ
入ってます。俺も外回し。いやー、ロスのことすんな。ロシアです。何を回してもここまで行ってます。うまいね。先にあーっと素通りしてしまいました。おばさんじゃない、おじさんだろ。おじさんだよな。初めて見たな。ペルーです。あれ手は上がった。上がってない。流れる。今の切り返しだとちょっと犬が流れてしまいますよね。南アフリカです。スタートの場合引っ掛けてしまいました。スラム入りませんでした。ちょっと犬スピードにかけます。おお、すごいとこ行っちゃった。ほんまかいなっていうとこ行ってしまいました。地元スペインです。いいよ。そういえばスペインのアントニオさんはどうしてしまったんでしょうね。シモン、あ、深すぎる。ちょっと動きすぎるんだな、この人。逆にその部位が流れちゃう。もったいない。何じゃ。アメリカです。ローラ。おー、新しい失格のパターンって。これは怒ったら今これズームも流れるんだわ。ペルーのブスタボさんです。
delicadas. Só estou mal assustado. Ah, me arrequei cá este celular, meu Deus. ちょっと自重して走ってます。おっと、ペルーです。シーズン券になってる。さあ、出ました。 うん、綺麗に入りました。バーが落ちてしまいました。流れる。ちょっと強いな。うん、ここは上手だ。はい、タイム。 オーストリアです。あっと、戻しきりませんでした。うん。 100分の3秒ぐらいしかなかったらいいかな。これは手上がった、手は上がってない、手は上がってない、全然上がってません。手ああいうとこは44秒27。コスタリカ、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 コスタリカ
コスタリカにもアジリティあるんですね。先行スイッチを使います。動き出しを遅らせてラインを作ります。そうするとちょっとこういう形になりますよね。タイム何だ、ずれた、ブリースです。あ、いいタイトターンだ。いや、なんか三脚ずれちゃった、ちょっと見づらくなっちゃった。うん、この犬はタイトターン得意なんだ。ちょっとスピードにかけるかな。さあ、繋いできました。タイム8秒5分です。国どこ？シルビア。シルビアじゃないのか。ごめんなさい、おっと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 、裏を取られてしまいました。失格です。これで終わりです。これで終わりじゃないよ。ちょっとね、ちゃんとしないで、日本中に流れるんだから。なんだよ、岡山がどうって言われるんじゃない、北海道以降がどうって言われるんじゃない。見てて、おこうやな、なんとしないと。